のベルトが今クイの状態となっておりまして、自分からトーナメントかリーグ戦を提案させていただきました。その日程が決まりまして、5月28日横浜ラジアントホール大会にてトーナメント戦を行うことになりました。自分は絶対ここでトーナメント優勝して、絶対ここで、アイスリボンのトップになってみんなを引っ張っていこうと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。していくだけの状況ってなんかもったいないなと思って、でもなんか動かないと変わらないなと思ったので、今回ちょっとプロレスに対してじっくり考える、準備をする、練習なり筋トレもして自分自身が満足できるようにプロレスをやりたかったのにできてないなと思ったのをちゃんとふと気づけたので、そういった方向になったんですけど、一応今の仕事をちょっと整理して今後どうやってどういう風にしていくかっていうのを考えて、でまた戻ってくるっていうのを考えています。